ようこそ我らの城ラスノーチェスへ。さて、そうだな。入るぞ。そうか。殺しに行くんだよ。入った虫を叩くのは早いに越したことはねえだろ。情けねえやつだ。まったくだね。一気に玉座の間にでも侵入してくれたら面白くなったんだけど、できてないだろうね。仕方ない。見たければ今見せてやろう。くだらん。哲学分なヘドが出る。戦いだぜ。不平等が当然だろうが、あいつが気に食わねえ、あいつになら勝てる、あいつが許せねえ。敵の本拠のど真ん中であんだけ派手に戦って誰にも狙われねえなんて、そうかい。しと差し違える気でいたのであれば、なんとかなったかもしれぬぞ。エスパーダにはそれぞれが司る死の形がある。それは人間が死に至る10の要因だ。そしてそれはエスパーダそれぞれの能力であり、思想であり、存在理由でもある。それが何だってんだ。忠義ってなんだよ、気色悪い。忠義だかなんだか知らないけどさ、私たちは他のエスパーダとフラシオンとは違うんだよ。どないしたんです？またなんか楽しいことでも見つけはったんですか？随分楽しそうなことしてんじゃねえか。いいじゃねえか。誰がやったか知らねえが、どうせ入り口の扉は壊れちまってたんだからよ。死する仲間と感情を共有するなど、お前たち人間の気休めだ。恐怖と絶望から逃れるための本能の一つだ。感情の共有など現実には存在しない。人間どもの無意味な錯覚に過ぎん。好きにしろ。さあな。どうした？何を驚いている？言ったろ？うちのオクターバ・フラシオンどもは少し特殊だとね。終わりにしようか。当たり前だ。雑魚を1000匹殺したとして誰が俺の最強を認める？雑魚の命に価値はねえ。あるのはどうしました？そしてやはりよし。どうした？これで終わりか？驚いたな。そうだ、大義だ。貴様の行いにはそれがない。大義なき正義は殺戮に過ぎない。